長嶋監督はそういう人じゃん。一茂を忘れて帰ったんでしょ、だって買い物行って。伝説だよね、もう、うん、買い物行って何か忘れてるなっつって、あ、一茂がいないっつって、あ、野球場に忘れてたの買い物じゃないか。イチゴがもうなんかまずいよ。凍ってないせいか。パイナップルは今日買ってきた。3日で腐らないでしょ、冷蔵庫入れてんのに。やめたほうがいい。こんな混ぜちゃったのに。いやでも腹膜炎とかだったら嫌だしな。腹膜炎だけは嫌だよ。救急搬送。もうしょうがねえこれ。そんな痛むの早い。ちっちゃいの1個ぐらいで大丈夫でしょ。もったいねえな、なんか食べたいのに。薬飲もう。
ジンイチゴ。生ガキなんか食ったら死ぬだろうね。あ、ちょうどなんかうんこをしたくなってきたな。ひでめもやりすぎでしょ。一応火通してたみたいだけど、5パックぐらい食ってたんでしょ。牡蠣はダメって書いてあるからね、一番に。肝硬変。生でも食ってたのかな。刺身とかも絶対食っちゃダメだよ。水もやばい。水すら俺の飲めないの。いや、どんだけ弱いの。血管から入れるしかないのも、ね、栄養を取ろうと思ったら。もう水分も水も大してうまく感じないから水分も入ってます、しっかり。水がうまいって感じるのはやばいんですよ。そうだよ、あの水がうまいって感じるのはやばいんですよ。だから夏場に水飲むとうまいでしょ。脱水起こしてるから体が危機状態だからうまいんです。健全な状態だと水ってまずいんですよ。まずくはないけど。まずくはないけど、あのいっぱい飲もうとは思わないでしょ。